笹上峰は四国山地西部の石槌山脈に属する山である。日本二百名山及び四国百名山の一つに数えられる。山名はなだらかな山頂部が一面の息吹き笹に覆われていることに由来する。山頂には一等三角点、笹上峰が設置され標高は1859.47メートルとなっている。その東側には全く山陽の異なる土山が、 対峙している山頂の東側には四国電力のマイクロウェーブの反射板が立っていたが通信衛星に役目を譲り1997年に役目を終えて撤去された山頂から西側には石槌山北側に瀬戸内海南側に幾重にも重なる四国山地の山々とその向こうに土佐湾を望むことができる山頂には 今後、笹峰石鉄座王大権現と、大日大西不動明王が祀られる。石槌山及び、亀賀森と共に、伊予の三名山とされてきた。古代、石槌山として称された山は、亀賀森、小持ち権現山及び笹峰であったとされる。消防寺氏の記述に基づくと、奈良時代の石槌さんは、亀賀森、小持ち権現山、笹峰のうち、 現在の笹ヶ峰を指していたとする説があり、新居浜市の石山消防寺は、現在も石槌権限の別当を主張し、毎年7月に笹ヶ峰を山開き統廃をしている。1935年には、山頂直下の紅葉国に、石鉄神社が建立されていたが、現在では、社殿は倒壊し、最初は昭和父山山頂に祀られた祠に剪っている。山腹は舟林。 標高およそ1700メートルより、株あたりはだけかんば、1700メートル以上では、四国調べ、米筒および山頂付近は、四国座笹群落に覆われる。さらに稜線沿いには、あけぼの筒つ子つやシャクナゲ群落も点在する。このような霊温帯からアコウザ帯の自生植物が、見られる、寒風山から平家平にかけて、笹ヶ峰一帯の山領部537ヘクタールは、 1982年3月に環境庁により笹上根自然環境保全地域に指定された。しかしながら1955年に石槌国定公園が指定された際に豊かな自然環境であるにもかかわらず、桑瀬峠より東側の笹上根などが国定公園の指定から外れたのは指定当時、厚生省は笹上根を含む平家平までの範囲を主張していたものの、 クワセ峠直下で銅山である、元安鉱山を加業していた、住友金属鉱山。この地域に広大な森林を所有する、住友林業及び高知営林局が反対した背景があったとされる。北側斜面に丸山の小ピークがあり、その傍らの丸山層は250人収容できる、四国では最大級の山小屋である。 丸山荘は1933年に開業した古い山小屋で、当時は丸屋と称したが1951年に丸山荘と改めた。四国で初めて本格的にスキーが行われたのは1936年1月のスキーによる石槌登山であるとされるが、同年に笹ヶ峰北斜面においても最上、中学山岳部により山スキーが行われた。 1951年に石槌山学会が標高1400メートル付近の北斜面にスキー場開設し1960年代から笹ヶ峰のスキーは盛んとなり1962年には笹山荘が竣工した1961年に大川玲に三河スキー場1974年の小田新山スキー場 さらに1980年の石槌スキー場など、リフトを備えたスキー場のオープンが相次ぎ、1973年の笹山荘の消失が追い打ちをかけ笹上根のスキーは次第に衰退していった。1985年には、笹上根北斜面でリフトを備えたスキー場を含む、笹上根 笹ヶ峰の愛媛県側斜面の大部分が自然環境保全地域から除外されているのはこの背景がある。西条市方面から国道194号を高知方面に向かい、下津池から林道に入ると登山口があり、丸山層を経て山頂に至る。ここは宿と呼ばれる古くは別種道山へ木炭を運ぶための集積地であった。宿からは西山越えを越えて、 別種道山へ向かう馬道があった。また寒風山水道の高知県側出口から、桑瀬峠及び寒風山を経て、両線を縦走するルート、県道47号線の大栄山トンネルの別種山川で、口脇の林道から登山道に入り、両線に出て父山を経て山頂に至るルートがある。ありがとうございます。